皆さんこんにちは。今日の台湾留学レポートでは、私が台湾あるあるなんではないかと思うザンビートゥについて紹介したいと思います。ザンビートゥというのはこのような画像のことなんですけれども、こちらは中高年の方が LINE や Facebook で送り合う挨拶の画像のことなんです。おそらく台湾に住んだことのある方は目にしたことがあるのではないでしょうか。少し独特な雰囲気を持っている画像ですよね。このような画像なんですけれども、挨拶以外にも豆知識や相手への気遣いのある言葉も添えてあります。例えばですね、この女の子が写っている画像なんですけれども、これをいただいたのはちょうど寒波が来た時なんですね。この時は暖かくしてねっていう言葉も添えてありまして、このように相手への気遣いの言葉が添えてあるので、とても心も温かくなりました。中には政治や社会問題を扱っている文章をいただくこともあるんですけれども、圧倒的に私がいただくのは相手への気遣いのある言葉が多いです。このようなザンビートゥ、誰が作ったのか皆さん気になりませんか？実はですね、ザンビートゥを作れるサイトが存在します。なので、もし皆さん興味がありましたら、ぜひ作ってみてください。本日はここまでになります。今日もありがとうございました。